はい、それでは今日は、牧久さんの天性満州国皇帝愛新覚羅家と天皇家の昭和というについて、解説していきたいと思います。この本の主人公はですね、満州国皇帝の愛新覚羅溥儀。溥儀はですね、有名だと思うんですけど、溥儀の1歳年下の溥慶通さんと、その奥さんのヒロさんという日本人の女性なんですけど、その方の、物語となっております。まあ、物語と言いますかですね、ノンフィクションになってますね。もともとやっぱジャーナリスト、満州国の時代はですね、いろいろ浅田次郎さんとかいろんな方が、面白おかしくですね、フィクションでいろいろなストーリーを書いてるんですけど、牧さんの場合はジャーナリストとしてですね、資料と資料を突き合わせて、こう真実だと思われている、ノンフィクションストーリーを書いております。結構やっぱこうなかなか分かりづらい時代なんで、複雑な時代なんで、こうかなり歴史的背景とかそういうのを詳細に書いて、誰がどう言ったのか、そういったこう資料とか手紙とかですね、そういうのを忠実に書いて、これがやっぱ正しいんじゃないのみたいな形で、書かれているものです。で、もともと溥儀はですね、清朝皇帝の最後の皇帝なんですけど、その弟溥慶通は、日本に留学しまして、日本の陸軍士官学校、陸軍大学校を卒業して、そこからですね、陸軍の士官になった方なんですね。だからかなり日本のことは理解して、日本語も喋れる方なんですけど、弟の溥慶のですね、日本留学を強く推し進めたのも、ラストエンペラーといわれる溥儀であったと言われています。もともとこの作者の牧さんはですね、満州関連の、本をたくさん書いてありまして、新幹線生みの親の十河信二さんの生涯が書いた、不屈の春雷ですとか、あと満蒙開拓のですね、関係者能楽者の加藤寛治さんと、遠宮哲夫さんの、2人の物語でですね、満蒙開拓の開拓の悲劇をですね、書いた「満蒙開拓夢はるかなり」などと書いというですね、本も書いております。かなり分厚い本なんですけど、書いたそうです。あ、書いています。これもかなり読み応えのあるものなんですけど、で、牧さんがですね、こうやっぱそう満州の時代のこう文章を書いていて、よく言われる歴史の中の評価としてですね、やっぱ満州国は偽の満州じゃない、偽の国だったと、傀儡国家であったと、偽りの国家だとは、というふうに言われるのが多くてですね、まあ、確かにそれは一つの一面はそうだと思うんですけど、ただ満州という国はやっぱ13年間5ヶ月の間、存在したんですね。じゃあそれをなかったことにしていいのかというより、それをどのようにできて、どのように滅びたか、それをちゃんと知ることが必要なんではないかという視点も入ってですね、さまざまな人たちの工作、さまざまな人たちの思惑、そういうのがしっかり書かれているそうです。溥儀と溥傑はですね、敗戦と同時にソ連に捕まって、ハバロクスで抑留されて、その後中国の内戦で毛沢東のですね、共産党に引き取られるんですね。そこで思想改造とか洗脳教育とかされてますので、自分の自伝がもう出てるんですけど、やはりどうしてもそれは罪を逃れるため、ちょっと事実とは違った自伝歴史になっているのは確かなようです。だからさまざまなその当時、その満州国ができた時、
またその満州の運営をしている時どのようなことがあったのかっていうのをですね、ちゃんとした資料を突き合わせて慎重に読み合わせることで、こう真実に近づけるではないかと、そういうふうな丁寧な文章を書かれています。ぜひ熟読してみてください。以上です。